どうも、ロードシルクチャンネルのシルクロードです。個人チャンネルようこそ。今回の動画はですね、2個ほど話してなかったことがあったので話さないといけないなと思って動画を回しております。今回僕がお話をしたいのはね、まず実況について、まあ話してない説明不足だった点、この2つです。まず1つ目、実況についてなんですが、ポケモン、スカーレット・バイオレットの、まあ僕バイオレットをね実況やってるんですけど、その中でですね、ジムバトル1つ目、虫使いのジムリーダーがいるんですよ。そのジムリーダーと戦ったシーン撮ってはいたんですよ。撮ってはいたんですけど、あのデータが破損してしまって、そのバトルがですね、撮れてませんでした。ちなみに結果を報告すると、ボコボコにしました。ちょっとそのね説明が、なかったので、あれいつの間にお前ジムリーダー1つ目倒してジムバッジ持ってるねんと、お前いつの間に深丸捕まえたんだと。深丸もだいぶ序盤にね捕まえて、ガブリアスに育て上げて、世間知らずという名前でね今やらせてもらってるんですけど、多分ね皆さん驚いたと思います。あれジムバッジを手にしてガブリアスにして、今結構パーティー強くねと。あの僕ねプライベートで本当にね、あのストーリーを進めないようにしてたんですよ。それだけはちょっと分かってほしくて、そこはちゃんとね徹底しててレベル上げだけやってたんですよ。ジムリーダー1つ目をあの動画外で倒したわけではなく、動画撮っていたけどデータが破損してしまったよっていう、説明をさせていただければなと思って、1つ目の、ことでした。そして2つ目なんですけど、これね、まあ僕のちょっと説明が、ちょっと不足していた点もあって、この財布を、見つけてもらって、その方にね、僕が謝礼を届けに行きますっていう動画だったんですけど、まあ、ものすごいね、いいご家族で、めちゃくちゃいい人たちだったんですよ。で、動画撮ってる時は、まあ、お金組をね、僕が持って行って、で、謝礼金を払う払わないみたいな話だったんですけど、また別の日にですね、もう一度お伺いさせていただいて、いくつか、ね、まあつまらないものにはなるんですけど、いろんなものを、まあ、入れた袋と同時に謝礼金を払わせていただきました。ちょっと動画外だったのでね、まあ伝わらないのは当たり前なんで、まあねそこがね、シルク、謝礼金払ったのみたいなことをね結構コメントでもいただいていましたんで、後日にね、まあもう結構前になるんですけど、でその撮影は1回終わらして、あでもなんかやっぱ心的にさモヤモヤしてて、いや絶対何かね別の形でしっかりとお礼はしたいなと思ってね、あれだけじゃ足りないなと僕自身も思ったんで、後日ねしっかりとそこら辺は、まあ、動画外で、まあ、させていただきましたというか、まあ、するのが当然といったところでね、そこからね向こうのご家族もね、なんかこう初めて会った気がしないから今度ご飯行こうよみたいな話になったりしててね、いやー本当にありがたいですよね。ポケモン実況の時にね、ハイダイっていうジムリーダーがいるんですけど、そいつお財布忘れてっちゃうんですよ。で、それを僕がね、届けに行くっていうストーリーがあるんですけど、まあその時にもね、ちょこっとね、まあ関連付けて話させていただいたんですけど、まあ実際ね、こうやって話さないと伝わらないところも、全員が全員ね、ポケモンのバイオレットの実況を見てるとは限らないのでね、まあ改めてこうやって説明させていただきましたと。皆様には説明不足だった点がね、多々ありますので、ロードシルクチャンネル、まあ僕 YouTuber としては歴は長いんですけど、ロードシルクチャンネルはね、まあそんなに、まあ1年ぐらいの、チャンネルなのでね、至らない点とかも、かなりフィッシャーズに比べて多いと思うんですけど、ぜひぜひこれからも応援よろしくお願いします。そしてね、まあ、説明不足だった点が多かったので、皆様にはご迷惑をおかけしたかな、心配もねさせてしまったと思いますので、ここにお詫びを申し上げたいなと思って動画を撮りました。すいませんでした。ということで、これからもねロードシルクチャンネル、応援よろしくお願いしますということで、できればねチャンネル登録だったり、まあ応援していただけると嬉しいなと思ってますので、これからもロードシルクチャンネル頑張りたいと思います。次の動画はねしっかりと楽しい動画になってると思いますので、ぜひともご覧くださいということで、それでは。